ございます。なんかすごい呆然と聞いてしまったんですけど。そうなんですよ、ついついちょっと初めてなものでどうなってるんだとか思って。そうですね、じゃあ構造説明なんか。あ、よろしいですか、すいません、素人なんで教えていただいていいですか。ここから空気を吹き込んで、ほうほう、このバッグですね、はい、ここが空気でいっぱいになった時点で、はい、なんかすげえがついてる。あ、ごめんなさい、はいはい、初めて音が出るようになります、はい、ほうほう。それで音が出始めたら、ここから空気を口で吹き込みつつ、腕でグイグイとこう押すという、その両方の作業をやって、はい、で4つ、1、2、3プラス指使ってる4つ目、うん、4本からずっと音が出続けるっていう方法になります。あ、吹いて指でこう操作するだけじゃなくて、はい、袋を圧縮しなきゃいけないんですね。そうですね。すごい難しそう。いやいやいや、そう、なんかね、あの部分がリコーダーにちょっと似てるなと思ったんですよ。この指動かす1本はリコーダーそのものに似てて、うんうん、でこっちの3本、上向いてる3本は低い一定音がベースの役割でずっとなってる状態です。おお、あ、サグパイプってそういう風になってたんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。